今回の株はもうほぼもう根っこダメになってますね。はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、しなびているコチョウランということで、今日はこのコチョウランを復活させてみようかなと思います。なんかこのコチョウラン復活させましょう系のシリーズは毎年恒例みたいな感じになりつつありますね。今回はこちら、半額になってました。814円。まあ別に値段はいいとして、名前がファレノプシスロングプライドキッズ。これ変わった容器に入ってるじゃないですか。これね、底面給水なんですよ。ほら、要はこのカップに水を溜めておいて、でそこから水を吸わせるってやつですね。こういうやつもあるんですね。で、葉っぱもだいぶこうくたびれちゃってます。ペラペラ。この葉っぱに関してはもうシワも寄っちゃってますね。で、皆さんもお店でこういう風になってるコチョウラン見たことあると思うんですよ。で、欲しいなっていう風にね思うかもしれないんですけれども、気をつけていただきたいのは、安売り系になってるやつって結構病気を持ってたりとかするんですよね。明らかに変なスポット状の模様が入ってるとか、そういうウイルス系のね病気とかもあったりとかするので、それは気をつけてください。ただかなりの確率で成熟した卵はウイルスとかありますっていう研究とかもあるみたいなので、まあ本来持ってるようなもんなのかもしれないんですけど、弱った卵を買うっていうのはそれなりにリスクあるっていうふうに知っておくといいと思います。はい、まずお湯を汲んできました。これは一応37度設定のボイラーから出てきたお湯なんですけれども、まあ、実際に37度あるかはちょっとわかんないです。うちの給湯器ボロなんで。で、ここに洗剤ジョイを入れてきます。洗剤水を作って、で、この中につけちゃいます。鉢ごとね、でやっちゃいます。で、こういう鉢ごとつけるみたいな極端なことって僕洋卵系はほぼやるんですよ。なんでかっていうと、鉢の隙間とかにゴキブリ入ってることあるんですよ。北海道なんです、僕暮らしてるのって。北海道ってあまりゴキブリいないんですよ。基本的にはいなくて、暖かいなんか施設とかに行くとゴキブリがいるんですけれども、まあ滅多に見ることないです。で、普通にその辺のホームセンターで買ったカトレアに今まで2回ゴキブリ入ってたことありました。びっくりでしょう。だいたい20鉢になってると、内側の鉢と外側の鉢の間に入ってること多いです。まあゴキブリって言っても小指のね爪ぐらいのこのちっちゃいやつだったんで、まだ赤ちゃんなんですけど、そう、間違いなくゴキブリ入ってました。なので、こうやっていきなり洗剤水につけて溺れさせてしまいます。昆虫ってお腹のところに気門っていう息するところがついてるんですけれども、それって水弾くんですよ。で、こうやって界面活性剤、要は洗剤とかの混ざった水につけられると、その水弾く効果がなくなって気門からどんどん水入っていって溺れてしまうんですね。だから、まずこれがゴキブリ対策としてはすごく大事な第一歩。まあ、5分ぐらいつけときます。はい、とりあえずつけました。つけ終わったら今度は鉢から抜いて、根元をきれいにしていきます。ね、余計な水ぼけ全部出しちゃいますね。あ、根っこももう傷んでますね。かなり干からびてます。はい、こんな感じで水ぼけ全部落としました。で、そしたら今洗剤がねついていますので、これ全部きれいに洗い流してきます。はい、こんな感じできれいにしてきました。洗剤とか大丈夫なのって思うかもしれないですけど、基本的に洗剤大丈夫です。洗剤水で水やりをするとか、そういうことをしなければこうやって洗う分には問題ないですね。組織培養するときに汚れ落としたりとかするのに中性洗剤使ったりとかすることはありますし、あとは植物に農薬とか
つきやすくするための粘着剤っていうのがあるんですけど、それも洗剤ではないんですけど界面活性剤なんですよ。で、粘着剤の代わりに台所洗剤使う方もいるんで基本的には問題ないです。じゃあこの根っこのね処理していきますね。一応ね多少水吸う能力あるかもしれないんですけど、このカスカスになってる根っこ、これはもう多分ダメかなと思うんですよね。だから僕は切ってます、こういうのは。あ、ちなみにハサミとかは使う前に熱消毒してやります。ガスコンロでね炙って冷ましてから使います。今回の株はもうほぼもう根っこダメになってますね。だから根から水を全然吸い上げられてなかったからこんな風になってんじゃないかなと思います。もうほぼダメですねこれ。こんなバスバス切っちゃって大丈夫なのって思うかもしれないんですけど、多分新しい根っこ出てくるとは思うんですよね。うん、まあ、僕もダメ元で買ってるからまあ別にいいんですけど、ほぼ根っこ切りました。これだけなんかちょこっと残してあるぐらい。で、この傷口どうするかっていうと、殺菌とかをする方が多いです。本格的に段やってる方だったら。で、人によって結構いろんな薬剤使うんですけど、僕の場合は、腐敗。なんかもうぐじゅぐじゅっとしてて、匂いのするような腐敗が起こっているような場合は、ストレプトマイシンっていうのを使います。で、今みたいになんかスカスカになっているような感じ。あと根っこが黒ずんでいるとか。そういう場合は、ベンベートとか、トップジンとか、なんかそういうカビ系とかに、強い薬を使います。ただこれが合ってるかどうかはちょっとわかんないです。はい。結構人によって意見分かれるところだとは思います。で、今回は使わないです、殺菌剤は。なんでかって言ったら今回これ使います。ペレポスト。ペレット状になっている木材で、この中に菌が入ってます。で、この菌が木材を分解して糖分を作ってそれを卵に吸収させるっていう商品ですね。まあ本当にどこまでね有効かはちょっとわかんないんですけど、こちらの動画で紹介させていただいてます。で、パフィオとかを育てるにはうちではめちゃめちゃ絶大な効果を発揮してくれています。で、最近コチョウランにも使えるなっていう実感があったので、うちではこのペレポストを主に使います。で、これ菌が入ってるものなので、さっき言ったみたいに殺菌しちゃうとこれが活かせないんで、今回は殺菌はしないです。で、使い方なんですけど、本来だったら根っこ生えてる状態なので、最近根っこ広げて鉢の中に入れて、で、根の隙間にペレットを入れていくっていう感じなんですけど、今回ないんで根っこが。だからもうペレット入れちゃいます、次に。で、この中に、はい、こんな感じで一応セットしてやります。だいたい今鉢の半分ぐらいに入ってます。このペレット水でふやかすと膨らみますので、だいたい半分ぐらいにして収めておきます。で、そうしたらセットして水をかけてやります。僕はもうね、水没させちゃうんですよね。これで膨らむまでしばらく待ちます。はい、とりあえず1時間ぐらい経ったので水から取り出しました。これまだまだ膨らみます。水あげてたらね、多分ほんと鉢のギリギリぐらいまで膨らみますので、まあそこまでやってもいいんですけど、ちょっとね時間的にあれなので、まずこれぐらいにしておきます。で、ここまで行ったら、今度は密閉してやります。適当に袋を用意して中に入れて、で、夜間なんですけど、この中に息を吹き込んで、で、あとこの絞ってる部分ですね。ここになんか食パン保存するときの挟むやつとかここにピッてつけてやって、で、夜だけこうやって、息を吹き込んだ袋の中で密閉してやります。
で昼間になったらこうやって開けてレースのカーテン越しの光のところに置いておくっていうようなことを我が家ではやってます。まあ以前ね紹介した時はさらにここに砂糖水をね染み込ませたキッチンペーパーでこんな感じで葉っぱを挟んでやるっていうようなこともやってたんですけど、今うち砂糖がないので、はい、これだけでやります。で夜になんでこうやって密閉するかっていうと、胡蝶蘭ってカム型光合成って言って夜に気孔を開いて、で二酸化炭素を吸収して貯めておいて、で昼間になったら気孔を閉じて光合成をするっていう性質があるんですよ。だから気孔が開く夜に株の周りの空中湿度を高めてやって、でなおかつ息も吹き込んでるんで二酸化炭素を供給してやることで、まあ葉っぱの回復を早くしてやるっていうのが目的です。今特に根っこがないので、なるべく夜のその気孔が開くタイミングで空中湿度を高めて葉っぱからなるべく湿度をね吸収できるような形を取ってあげると、まあ僕的には回復早いかなっていうふうに思ってます。で実際そういう風にやってると葉っぱに張りも出てくるんでね、もしこういう胡蝶蘭手に入れた方は、よろしければ参考にしてみてください。必ずうまくいくっていうわけではないんですけどね。で今回これペレポスト使ってますけど、まあ水苔で植え込んでやってもいいとは思います。水苔よりねペレポストの方が僕は使いやすかったかな。でこれ正直恥ずかしいから見せたくないんですけどね、まあ一応お見せすると、これね失敗例です。ペレポストうんぬんじゃなくて、これ葉っぱめちゃめちゃひどいことになってるでしょう。こうただれて、こっちはまだマシだけど、でも染みついてますよね。これ2つともペレポストで植え込んでます。じゃあペレポストで植えるとこんな風になっちゃうのって心配かもしれないんですけど、これペレポストじゃなくて、今年の冬めちゃめちゃ寒くてすごい空気乾燥したんですよ。密閉容器の中に入れてべっちゃべちゃにしてたんですよね。で密閉容器の中に入れてたらこんなになっちゃいました。やっぱり風通しがねないとダメですね。数日間普通にね元気にプリプリの葉っぱになってて、あ大丈夫だこれでと思って完全に油断してたんですよね。そしたら密閉してるから水もやらなくていいんですよ。だから数週間経って覗いたらこんな風になっちゃってました。でそんな過酷な目にあったんですけど、一応花はこんな風に咲いてくれてます。まあ苦しくて子孫を残そうとした結果なのかもしれないんですけど、ね、可愛いですよね。この子なんかはダブルで駆け上がってましたけど1個折っちゃって、はい、こんな感じです。でペレポスト使った時の根っこ周りがこんな感じですね。ほら根っこは結構しっかりしてますよね。だからペレポストって根にはやっぱりいいと思いますよ。特に水苔使ってうまくいかないっていう方には試してみる価値はあるかなとは思います。はい、というわけで今日はこちら胡蝶蘭の復活方法について紹介させていただきました。まあ、後半ではね僕の失敗談だとかもお話しさせていただきましたので、まあよろしければ参考にしてみてください。このチャンネルでは今回は胡蝶蘭やりましたけど、他にもいろんな植物のね情報を発信しておりますので、植物好きだよって方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタン押していただけたら嬉しいです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。